旧海橋から望む栄橋目標部港欄が、鉄パイプで補強されている栄橋は、山形県薬見組,組湯座町肘や座白木を流れる二級、河川日光川に架か,かる橋。全長125.3メートル、幅3メートル。1956年下橋、湯座町同白らき具海線が通る、日向川の最下流の橋である、左岸側が二景間コンクリート製桁橋。 右岸側が重軽観木製桁橋という別々の構造を川の中間で接続し、路面位置でコンクリート端側が1メートル弱高いため、木橋側の接続部に軽観に傾斜があるという、得意な形状になっている。このような形状になった理由として、地元で囁かれている噂に、掛け替えに際して、湯座町と坂田市の協議がまとまらず、坂田市が同志側だけを、 強行工事したというものがある。しかし実際には、一つ上流側に架か,かる宮海橋は、湯座町と坂田市の境界になっているが、酒江橋の付近は両岸とも湯座町なので、坂田市は無関係である。真相は、1974年頃の災害で、左岸川だけ大破したために半分を掛け替えたというもので、その際に河川管理者である山形県の指導により、 洪水対策で橋脚を高くすることになったため、既存部分との間に段差が生じることになった。いずれ右岸側も破損したら掛け替えることになってはいるが、時々補強もするためなかなか破損せず、現在までこの状態が続いている。また、掛け替えに要する費用が4億円と見込まれており、果たして掛け替えるだけの需要があるのかどうか、疑問も提されている。湯沢町では2010年度に、 ちょ橋梁の長寿命化改修計画を策定し、2011年度までの2か年で、まず現況の調査を実施することにしている。その後改修が必要な橋梁の選定を経て、2013年から工事を行う予定である。栄橋は、調査段階で木橋部降乱の腐食が確認されたため、2011年3月まで一時通行止めにして、降乱の一部改修を行った。また 2012年10月19日から通行に危険な状態ということで終日全面通行止めとなっている。2013年3月発行の橋梁庁寿命化修繕計画では元橋の補修方針として時期未定で掛け替えまたは撤去が示されている。2017年5月23日の最優先地区調整座段階で栄橋の通行止めが続くことで 白木の共有電へのアクセスが不便になっており、工作放棄地になる懸念が示されたが、湯座町は利用率の低い橋を整備することは困難とし、坂田市内を含めて町道を整備する案を挙げている。ありがとうございます。